おっそら勇者、デュエルマスターズプレイス、やってるプレイス。さあ行こう、ロンキマッチマッチャーマッチャー見た、ロックマンとのコラボだよ。おいやー、よかばーい。もう本当に映画の時にコラボしたんだけど、もう、カロケアコミックとかサンディでもコラボしたからな。あの時はフォルテマンだけだったんだけど、この前の前の、ブラックバックスパック。で、やっとロックマンエグゼも来たよね。てかもうほんとクロコロってかクロコロアミキとか、ブラックバックスパック。で、トランスフォーマーとかさ、あとは、クロービー、そして、ドライブハッツ、シンカリオン、ザタイムテキュー、ライジングロー。そして、マシンアイルデン・ワタロー、とかとコラボしてるから、こんな感じでなんか、来てくれる可能性がね、出たから嬉しいんじゃ。おいや、トゥーンエンド。しかもスキンって書いてあったからあれだわね。おっと失礼。スキャンって書いてあったからあれだわね。ここのロープやちゃんの位置にも来るってことだよね。ロックマンとか、フォルテマンが。喋るのかな？おいや。期待しちゃうんじゃ。はい。もうなんか、セットとか、おっと失礼。フラッツとか、いっぱい出るみたいだし、なんかもう買うしかねえんじゃ。いっぱいっていうか、何個か買えて何種類かもらえるのかな？ようわからん。ようわからんけど、課金しまくるんじゃ。おいや。はーい。おいや。はーい。僕も言ったら、翔ちゃんの時のデュエマとコラボしたんだろうね。アニメっていうか映画。もう、この翔ちゃんがね、いるタイミングでの復活っていう、こんなあっちかちんじゃ。おいや、そして、ジュース、防げるかな？おいや。はい。じゃあ、こうかな。おいや、いくよー。ほい。ヤッホーしすぎとるんじゃ。はい。ちょっとラグってきてよ。そういうわけで、はい、ブライフィー、はい、チャオ、あ、カット？